京都市右京中央図書館は、京都府京都市右京区にある公共図書館。京都市図書館のうちの一館であり、4館ある中央図書館の一つ。従来の右京図書館の老朽化により、京都市営地下鉄東西線、渦正天神川駅開業に合わせて整備された複合施設3佐、右京へ移転、規模を拡大して、右京中央図書館として2008年6月30日に、 開館した。初代館長は中西進む。京都市図書館の中で最新の図書館であり、最大の面積を持つ。年間入館者数も66万8000人と2位の京都市中央図書館の約1.5倍で最も多い。新図書館の計画にあたっては、市民を対象としたアンケート調査を実施して利用者の要望を取り入れたほか、 新中央図書館基本構想の機能のうち、京都に関する情報、資料を網羅的に収集提供する、京都大百科自転的図書館機能と充実した IT 環境について、先行的に整備が行われている。三三京の3階にあり、メインエントランスからエレベーターで上がる。中央に貸出カウンターとリファレンスカウンターがある。フロア各所に図書検索機。 自動貸し出し機が設置されている。2014年6月1日より午前9時30分開館となった。右京中央図書館の前身となった右京図書館は、1982年8月に8番目の京都市図書館として開館した。建物は2階建てで、東江渦正江川村に隣接しており、映画のパンフレットの展示、映画に関する図書のコーナーの設置なども行っていた。 閉館後、図書館の建物は取り壊され、現在は、マンション、エスリード、渦ずさレジデンスが建設されている。三叉右京の駐車場、駐輪場が利用可能である。ありがとうございます。